元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する平井理央34が第一子となる女児を出産した。19日に自身のブログで報告した。平井は指示ではございますが、この度第一子となる女の子を出産しましたと報告。元気に生まれてきてくれた娘、サポートしてくださったすべての方たちに感謝の気持ちでいっぱいですと思いを綴り、これからも親子ともども成長していけたらと思っております。今後ともよろしくお願いいたしますと呼びかけた。平井は2012年7月、フジテレビの先輩社員と結婚。同年9月末に退社し、フリーとなった。今年6月に、ラジオと自身のブログで妊娠を発表していた。次の記事、マツコ、男性脱毛事情に、興味津々自身も花を、すっご。